オラオラ岩ちゃんもいい岩田隆のり、カラコン陰影メイクで雰囲気がらり、治安悪めな MV オフショに反響。三代目ジオブラザーズフロムエグザイルトライブでエグザイルの岩田隆のり35が16日までにインスタグラムを更新。7月6日にリリースされたデジタシングルブレイズの MV 撮影オフショットを公開した。この日岩田は、 ブレイズアウトナウこの冬ドームツアーでお待ちしています帰ってきても全然いいよと綴り MV 撮影の様子を披露飲み物を片手に持ちながら黒で統一されたコスチュームに身を包みさりげないポーズでレンズを見つめる顔はカラコンと陰影メイクで雰囲気がガラリと変わっている今回公開されたビジュアルの岩田さんは濃いめのヘアメイクにかつて X ジャパンの都市さん 58らがしていたような黒いヘアバンドをしていることから X ジャンプしそう。との声も上がっていました。コイン系の爽やかな笑顔も魅力の岩田さんですが、今回そんな岩田さんとはかなりのギャップがあり、色い々ろいろな表情を見せてくれますね。女性史ライター。そんな岩田にファンからは、オラオラ岩ちゃんもいい治安悪めなとこ可愛すぎ、かっこよすぎて気絶しそう。 池さん泣かしてるね。髪型とネクでイメージが変わって、アニメのヒーローっぽい、などの声が寄せられた。11月16日から始まる3代目 J ソウルブラザーズライブツアー2024、エコーズオブデュアリティ。全国4カ所のドームで繰り広げられる今年の集大成に、早くも大きな期待が集まっているようだ。今回投稿された岩田のビジュアルには、 オラオラ岩ちゃんもいい治安悪めなとこ可愛すぎというファンの絶賛コメントが後を絶たない。そんな岩田がドームで見せるパフォーマンスがとても楽しみだ。